はい、今回もメガオルゾーやっていきたいと思います。で、今回ですね、フェイスオフやって、久しぶりにね、ちょっとゴーレムを使っていきたいと思います。じゃあ、ということでレッツゴー。はい、ということで一応今回も、まあ今回もっていうか、まあもうすぐで始まります。状態よし、レッツゴー。よっしゃい、やばい、ノーボーグの人いるけど大丈夫かな。まあ行こう。僕じゃあ赤チームですね。まあ同じくらいかな。おっと、やば、これやばいね。一人。かわいそう。だけど、スクイットが結構強いね。マックスだからね、あれ。やばい、あれは強そう。マックスかわかんないけど。まあ、強いね。これちょっと食べて、行こう。戻ろうかな。やばい、あれみんなどこ行ったんだろう。あ、ここにいるじゃん。なんかいいね。 OK、 ナイス。OK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 。オッケーオッケーオッケー、よし。よし、オッケーオッケーオッケー。やばい、これはちょっと一旦戻ろう。戻るぞ。せっかくね、スクイットのポーションもらったので、魔人さんさんから。ちょっとこれは飲みたいんだよね。飲んでから行こう。やば、ダメだ。やばい、ちょっと待てよ。逃げよ、逃げるぞ。お、ついてくる。あれ、早くない？ちょっと大丈夫かな。よし、オッケー。よーし、いや危なかったな、本当に。スピードか。よし、これで。あー、やばい、無理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 、強すぎる。よし、これで。これでいけるかな。よし、逃げろ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 。あぶな、ちょっと待って、本当に危な、本当に。やっぱギリギリじゃん。まあ、たくさん防具作ったからね、まあ、死んでもいいんだけどね。よし、オッケー、逃げろー。やばい。よし、ちょっとこれ飲んでいこう。オッケー、ありがとう、アルカニスト。レッツゴー。よし。さて、青は来てるかな。あ、起きてるね。あ、これマックスだ、やばい。ヘルメットかぶっててエンチャントか、やばいね。うわ、ヘログライン強いね、ほんと痛すぎる。よし、オッケーオッケー、ナイス、倒した。オッケーオッケーオッケー、オッケー。次はあれだね。よし、おー、みんな行ってる。さて、行けるか。
お、あっちから3人も。あ、6ハート。あ、やべ、ラッグ。ちょっと待って。よし、行く。オッケー。よし、よし、よし、よし。ふぅ。おぉ、いるじゃん、あそこに。あ、でもな。オッケー。おっと、あ、いけるか。うわ、まだ1キルしかしてないのか。あれはいいや。もうこのアルカネストで行こう。来るか、アルカネスト。おっと、やばい、やばいぞ。よし、オッケー。やばい、もうミッド戦争だ。やばすぎる。よし、オッケー。いいぞ。おーし、な、やっぱ無理か。じゃあもう一回行きたいと思います。じゃあまあ一応防具をね取って、さてどうなるかね。まあ一応頑張ってみよう。おっと、なんか来てるね。これは大丈夫か。あ、意外にやばいね。ちょっとなんか2チームともなんか同じ感じだから。だけどなんか意外にこっちの方が強い気がするけどね。どうだろう。まあ一応こっち1人多いけど、まあ、うわ、やば。あー、スピードポーションはやばい。あ、やばい。お、うわ、飲まれたのか。よし、オッケー。よし、オッケー、オッケー、オッケー。飲んだぞ、飲んだ、飲んだ。やば、もうミッドセンサー、ミッドセンサー。行こう、行こう、行こう。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。行くしかない、もう。これ飲もう、飲もう、飲もう、飲む、飲む、飲む。うわ、強い、アルカニスト強すぎる。よし、オッケー。アシストやば、13だもん。ここやばいね。クリーパーできたら絶対もうケースしまくりだね、ほんと。よし、オッケー。おお、来てるじゃん。よし、オッケー、オッケー、オッケー。やっと1キルゲット。ちょっとこれ食べていこう。やば。うお、スキット強い。いや、これどうなるか。オッケー、逃げる逃げる。やばいやばい。いいよ。あー、やっぱ無理か。よし、オッケー、オッケー、オッケー。いいよ。じゃあもう一回行こう、もう一回行こう。結構いい、あそこ、あそこはすごくいい。みんなで行動すれば結構いいんだけどね。さっきみたいにあれなら結構いける気がするんだけど。だけど若干ちょっとこっち負けてるね。ちょっとやばいね。一回ぐらいちょっと、とつらないとやばいかもね。おっと、いた、アルカニスト。じゃあ行きますか。お、いるね。やばい。もう完璧、もうミッド戦争だね、これ。これはもう行くしかない。やばい、ちょっと待って、これ無理。うん、うわ、ちょっと待って、うん、よし、オッケー。あーっと、やばい、やばいぞ、これは。
さて、よし、こっち側行こう。よし、これ飲んで、よし、救った救った救った。あ、やべ、もう何が起こってるのか本当に分かんない。スクッと強いね、本当に。よし、いけ。はい、惜しい。2ハート、3ハートじゃん。あー、ドレッドロードならね、なんだっけ、あのアビリティでいけたんだけど。よし、オッケー、行こう。よし、いけるぞ、頑張れ。あー、これ行こう。やっぱちょっと青を落とし、ちょっとポーションはないけど。おおお、オッケー、倒した。やば、ちょっと今ラグかった、すごく。あー、やばいね、ちょっと。よし、オッケー、レッツゴー。あ、ありがとうございます、マジンスタンさん。じゃあこれ飲んでいこう。これ1分だから、まあ戦うところがあったらもう。だけどちょっと待ってよ、結構1人ここにいる。あー、やばい。よし、オッケー。あー、これは取られたかな。アシストは惜しい。オッケー。あー、だけどケースしちゃったんだけど、まあよかった。よし、オッケー、助けに行く。オッケー、じゃあこっち行こう。アルカニストじゃなくてフロブラインの方行こうかな。うわ、見え、あー、スクイットか。これ飲んでいこうかな。いや、スクイットマックスは痛いね。よし、行こう。おお、めちゃくちゃ。オッケー、オッケー、オッケー。やばくない？これ。やばい、やばい。よし、もうこれでもう行くしかないな。やっば。あー、もうダメだ。うわ、無理無理無理。惜しかったー。んー、まあ9ハートかな。いや、惜しかった。まあ一応ちょっと、まあどっちが勝つのかわかんないんですけど、まあ13対13です。もうなんだろう、どっちが勝ってもおかしくないって感じですね。まあ一応今回はここまでにしたいと思います。はい、ということで一応今回はメガオルズのフェイスオフをやってみました。一応久しぶりにね、ゴーレム使って、まあなんだろう、まあいつもとあんま変わんないというか、まあやっぱ一番僕がまだね、なんかキルができやすいのはやっぱゴーレムですね。やっぱゴーレムもうなんだろう、3ヶ月4ヶ月まあなんだろう、メガオルズ始めてもうすぐメガ、なんだっけ、ゴーレム買ったので、まあ、すぐって言ってもあんま結構時間かかったんですけど、まあ最初からね、ヒーロークラスではゴーレムしか使ってなかったので、ね、まあやっぱね、ゴーレムがやっぱ一番やりやすいって感じですね。まあ一応次回こそはね、他のキット使いたいんですけど、なんだろう、なんかあんまなんかね、ちょっとあんまキット上がってないんですよね。上がってるとしたらヘロブラインと、あとはまあスクイット、まあ多分一番上がってるのはスクイットとゴーレムかな。ドレッドとシャーマン買ったんですけど、ドレッドロードはまだレベル6ぐらいなのでまだ使えるんですけどね、
シャーマンね、まだレベル4、5ぐらいだからあんま使えないんですけど、まあ一応頑張ってね、クリーパーとかスパイダーとか使ってみたいんですよね。だけどスパイダー、クリーパー、すべてレベル1なんですよね。オールレベル1。だからちょっと使いづらいんですよね。あとエンダーマンとかゾンビも使いたいんですけど、まあエンダーマンとゾンビも上がってるには上がってるんですけどね、レベル3なんですけど、ちょっとね、ゾンビとエンダーマン確かまだ木の剣なので、まだちょっとね、使えないんですよね。まあ一応頑張ってね、上げていきたいと思います。だけどまず多分ね、シャーマンをね、まず頑張って上げてみたいと思います。ということで、最後まで見てくれて本当にありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。ということで、バイバイ!